ここだよ。ねえ、ここ誰の家なの？さあな、知らない。でも住所は合ってる。何日か様子見てみたけど誰もいない。ほら、着いたぞ。うわぁ、すんごいでかいな。どこから探す？まあ、まずは入り口からだな。そっから屋敷さ。警報器あるのかな？玄関は鍵がかかってる。ほら、言っただろ。試してみただけ。よし、裏を見てみよう。おい姉さん、見ろ、窓が開いてる。本当だ。ほら、こっちだ。よし、手を貸せ。よし、いいさ。お前の分。ねえ、部屋の目星はついてるの？本とか日記とか論文とか紙系、そういうやつを探せな。何もない。違う、屋根裏にはないだろう。旅行用とかキャンプ用の古い道具ばっかりだ。降りるさ。どうやって探すの？母さんのノート覚えてないの？表紙が白っぽい革のノート。覚えてるけど、ここ広すぎ。白い革表紙。サム見つけた。マジで？違った、母さんのじゃない。まあ気にすんな、その調子。ねえサム、馬鹿げてるけど、これ明王朝の壺じゃない？姉さん、明王朝の壺をそんな風に置いておくやつなんていると思うか？だよね、偽物だと思うけど。この家の人？こういう箱懐かしくない？家にいつもあった。ほんと？父さんよく言ってたっけ、来月にはまた引っ越すんだから箱から出すなって。ああ、ムカつくやつだったな。
あ、くそ、ダメだ。ほら、一緒にやろう。いいか。押せ！押せ！押せ！なんだこれ。これ、古代のミイラの棺じゃない？ああ、見ろよ。ここそこら中に似てんのがあるぞ。ほら、棺だらけだ。サム、本物だよ。ここは何なんだ。まあすぐに分かるか。これは古代ローマ3世紀4世紀頃かな。それわかるか。なんだっけ、見たことはあるんだけど。寝そべった像、エドルリアノだ。ああ、そうだ。そう、夫と妻二人一緒だ。暗いけど結構イケてるよな。だね。ここって博物館みたいだな。恐竜の羽もあるかな。ありそうだな。おい姉さん、見ろよ。誰でしょう。ほら、リビングストン博士だって。いいね。うわ、こんな招待状もらえたらいいな。ねえ、見てよ。これこの前読んだ。すごいんだよ。西洋の女性で初めてラサに行った人。どこがいい？え？好きな場所に行けるならどこがいい？どこでも。どこで？なら、どこかな。インド。じゃあタージマハルに行こう。回れ地球よ、回れ。ソビエト連邦、モスクワに行こう。入国がちょい難しいけどな。でも赤の広場は行きたい。もう一度イギリス、ウィンザー城に行けたら最高なのに。そうでしょ。おい、お前が生まれてなかったのは俺のせいじゃないぞ。俺だってよく覚えてないし、それに普通だった。はいはい。これ熱い。安山のトーテム。おい、お前にはちょっと早いんじゃないのか。うわあ、施設の食堂にあるテーブルくらい大きい。飯はここの方がうまそう。間違いない。美術品あるし、そのお金はあっただろうね。死の鎧、フランスかな。竜のドラだ。うん、東南アジアのものみたい。一人っきり。ほら、サムの好きな本。マジで？どれだ？
悪名高き海賊たちの強奪と殺人の歴史というよりはでっち上げの歴史だ。著者も偽名だぞ。それはそうと、これって初版じゃない？嘘だろ。なんだよこの屋敷、すげえ。お土産にする？いや、バッグの中で破けちまう。でも売れる。あの仕事をしないで済む。でも今夜は俺たちのものを取り返すだけにしようぜ。これ見て、羅針盤、日時計。ほら、海で遭難したらどうする。この道具をどう使うかで生死が決まっちまうんだぜ。侍。家紋わかるか？葵の紋は、うんと言わないでよ。そうだ、徳川家。当たり、すごいじゃん。自分がこういうのを発見するなんて想像できる。たまんないだろうな。オーケー。母さんのノートはこの辺にはない。そうだな。焼け残り。上を調べよう。コレクションを売ってくれって。断ったっぽい。うん、開かない。母さんのものがこの部屋にあるかも。どうやって入る？おい、通気口だ。上。本当だ。中を通って行けそうだね。お前が行けな。え？どう見ても俺は無理だ。お前できる？当たり前でしょ。任しといて。分かった。それじゃ頼むぞ。よし、行く。見せて。まだ使えるな。ああ、ほら。じゃあ笑って。なくすなよ。知るなよ。やばい。
よし、入った。こっちからもダメだ。近くに鍵がないか探せ。薬、痛み止めばっか。どうだ？ノートはないな。そっか、まあこっちにもまだドアがある。ほら、ダメだ。ない。うわっ。何かあったか？これだよ。襲撃。おい、どうしたんだ？これは見覚えないな。ああ、俺も。でも、間違いなく母さんの死だ。手を上げなさい。ゆっくり。おいおい、落ち着けってば。それは何？おい、こいつに銃を向けるな。本を返しなさい。ああ、わかった。するしかない。どうする？そうね、待つわ。警察をね。具合悪そうだし、無理しない方がいいんじゃない？止まって。子供を殺すなんて後味が悪くないか。私だってできるなら撃ちたくないわ。大したことしてないって、遊んでただけだ。悪いことをしたらみんなけじめをつけないといけないのよ。こいつは見逃して、母さんの形見を見せたかっただけなんだ。悪いのは連れ込んだ俺だろ。何？だから悪いのは俺だって。いえ、あなたたちの母親。ああ、そのノート、母さんのだよ。カサンドラ・モルガンの子供なの。ああ、どうも。なんてこと。撃つとこだったわ。なあ、ほら、とりあえず銃置いて。頼むよ。
知り合いなの？雇い主よ。あなたのお母さんのね。私はコレクターなの。ご立派なコレクションだこと。で、母さんは何してたの？あの人は私が知る限り最高の歴史家だった。本当に惜しい人を亡くしたわ。でもあの病気が。ごめんなさい。いや平気だよ、昔のことだし。この中でも特にこれが一番の発見だったわ。偉業を成すのも小さな一歩から。フランシス・ドレイクだ。昔から家族が集まった時は歴史の話ばっかだった。本当に変わった家族さ。お母さんから聞いたことはある？フランシス・ドレイク卿の子孫のこと。子孫なんていないでしょ。ああ表向きはそうなっているわね。でも私たちは疑っていたの。しかし海賊の秘密を探るのも途中で諦めなければならなかった。うまくいかない人生ね。ごめんなさい、年寄りの独り言よ。ほら、これはあなたたちが持っていなさい。いつかあなたたちがお母さんの意思を継ぐかもしれないわね。ああそんで帰ってもいいかな？警察のことは任せて。案内しなくても帰り道は分かっているわよね。ほら、ありがとう。散らかしてごめん。ほら行くぞ姉さん。さあ。大丈夫？おいマジかよ、嘘だろ。なあおいおい、サム、おっさん、なあクソ、どうしました？逃げるさ。ねえ、なんとかしないと。なあさっさと逃げるさ。見殺しにするわけ？俺たちじゃどうにもできない。逃げないと警察に捕まるぞ。そしたら奥さん、姉さん、逃げるんだ、すぐに。ああ、くそ、窓だ、来い。よし、上の階を見てこい。お前一緒に来い。逃げられる。こちらはマーフィーです。2名の強盗容疑者を発見。
んだ。早く。おい、行くぞ。もう呼んでる。もう一度言うぞ。ひざまずけ。お前、頭に乗せろ。これを台にしよう。よし。もう大丈夫だろう。少し休憩するかな。大冒険だったな。そうだね、おばあさん。なあ、気にするなよ。あれは俺たちのせいじゃない。あの人はもともと病気だったな。確かに残念だけど、どうしようもなかっただろ。ねえ、どうするの。俺たち二人とももう帰る場所がない。そうだな。だね。なんとかなるって。二人でここから遠く離れた場所に逃げりゃいいさ。でもすぐ警察に見つかるだろ。追われてるのはモルガンって名字の兄弟だろ。そうだけど、別人なら。姉さん、あの家であのばあさんと俺たちが話したことを思い出してみろ。なあ、ずっと思ってたんだ。俺たちは何かを成し遂げるんだって。それが何なのかやっと分かったんだ。ほら、母さんの残した記録、これで俺たちの人生をやり直そう。名前も変えるんだ。何言ってるの。偽造書類作れるやつ知ってんだ。新しい名前だけど、母さんはドレイク教に子孫がいるって言ってた。なら子孫になればいい。ちょっと待ってよ、本気？こうなる運命だったんだよ。俺たち二人一緒に大きなことを成し遂げるんだ。お前は今日からネイサン・ドレイクだ。いいの？いや、違う。いつもありがとう。本当に。正直迷ったわ。